といいのですが、いつもはもっと大人っぽい下着を身につけているんです。もう、いえ、そのこうして後輩に教えることができて嬉しいんです。やはり私は三大貴族ということで少し距離を置かれているようです。なのでレイさんは遠慮しないでくれて嬉しいです。もちろんです。特に私は魔術によって変質した花について記述しています。アメリアさんは新人戦の大本命ですものね。三大貴族筆頭ローズ家の娘、あの家にも長女がいますから。そうですね、きっとアメリアさんの